大谷、スタメン落ち？ドジャース大谷翔平フィリーズ戦の、スタメン発表ボードで名前5期の洗礼受ける。大谷、どうして？エンゼルス大谷、怪我したんかな？ターニャ？キッザニア？大谷 A、大谷 B がいるのバレてるやん。大谷あとかシェイクスピアの劇に出てきそう。肘いったか。一番の大谷あってのは強いんか？てかフィリーズの強さの秘訣ってなんなんや。大谷かわいい。スレタイのセンス良すぎだろ。そういえば7月になったら休養させるって言ってたはずなのにしてなくね。大谷 A、だぞ。クローンかもしれんな。大谷、ホームラン打つます。グラスノーダウン。アウトマン上がってきとるやん。何気にシュワーバーのスペルもめちゃくちゃだな。大谷は草。内谷と遠谷で二人いるのバラしてええんか？大谷あっていう大谷のマニアがいそう。ドラクエの街の名前にありそう。おお、大谷は復活してたのか。復帰一戦目期待してるで。ついに大谷ジュニアのデビュー戦か。時が経つのは早いのう。桃源郷大谷や、藤子不二雄 A 先生みたいな感じやろ。日本人の名字の最後に母音をプラスするとラテン系な感じになるのかな。讃えよ。あがめよ大谷や。このチャンネルでは何時でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。